アロハ、チャチンコとサノチアキです。すっぴんで失礼します。今日はね、テレレーンということで、味噌汁ですがギャルなってみたいなということで、ギャルになっていきます。このメイクアップベース、あれ、メイクアップベースをするない、基本私のメイク適当だから知ってると思うけど、やばくない？ここの血管、最近年を感じる。おでこに血管がすごい目立つ。日焼け止め兼メイクベース、そして塗る。塗ったらこれファンデーション、ファンデーションスティック型のファンデーション、めっちゃ良くない？遠征とかもたまに行くから崩れたりしないんだよね。ファンデーション塗ったらコンシーラー、こっちだった。コンシーラーをここ、クマ、はい、下地で、パウダーを、やったら下地が完成しました。いつもはこれで下地終わりなんだけど、今日はギャルなんで眉ワックスみたいな感じのを買ってみたので使ってみようと思います。つけて眉につける、眉につけました。そしたらこう上に、そうそう、どう？変わった？こっちがやった、こっちがやってない、なんかあんま変わんないね。アイシャドウはいつものシャネルさん、いつもはもう3333ぐらいだけど、今日はぬり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 ってしていく。ね、この明るいやつ、明るいやつをアイホール全体にのせで、ちょっと薄めのやつを目頭らへんに塗ったくるぜ。平成のギャルメイクだから、今のちょっと令和のギャルとはまたちょっと違うかもだけど、塗ってくったら中間のやつを目尻に塗ったくる。で、ちょっとこの下にも塗る。で、一番濃いやつを濃で、今日はギャルみを足したいから、シャネルのキラキラキラッキラをアイホールにのせたい。このキラキラがね、マジでね、これボディーにも使ったりするんだけどね、マジで綺麗なのよこのキラキラで。アイラインは今日はちょっと新しく買った黄色使いたいなと思って、どうやって描こうかな。ちょっと黄色むずいな、左右一緒にしといて、黄色やめよう。アイシャドウやっぱ黒でがっつり引こうかな。これめちゃめちゃ描きやすいアイライン。いつもアイラインは目尻だけだけど、ここも引いてみてる。まあなんとなく左右対称になった。下もちょっと塗りたいんだけど自信ない。下もちょっと塗りました。最近買ったね、見て、ハートのアイライン、ハートなの、見える？ハートなの。これをここら辺にポンってやりたいの。ここら辺にやっとこう、ポン、ハート、かわいいハート。ポン、すごくない？これハートのスタンプのアイラインなの、かわいい。今やる。で、白の
なんか新しく買った白のやつで、ここと、おお、白い、ここと、ここ、白いやつでぼかす。え、ぼけない。ボケなかった。で、眉毛はちょっとカラーだけして変わるね。塗り塗りして眉毛はもうこれでいい。今日は描かない。まつげをちょっと自まつげをちょっと上げてからまつげつけようかな。めっちゃ安くない？やば。まつげでやっぱすげえ印象変わんない？左右の差がすごい今。いやでも私ね、大学4年ぐらいまでね、つけまとね、カラコンは絶対取れないと思ってた。一生。今全くつけないもんな。まつげ3枚ぐらいつけてたもんな。マジで。うわ、一気に顔が濃くなった。眉毛太くない？まつげのせいでさ、眉毛とさ、目の間が全然なく見えるんだけど。お、眉毛にまつげがついてる。わかる？眉毛にまつげを感じる。カラコン。今日はね、グレーをつけようと思います。昔はね、私、茶色のちょっとピンクっぽいやつで、めっちゃでかいやつつけてた。眉毛の主張が強くないか。チーク濃いめに入れよう。今日は光で飛んじゃうからね。もう見た目だとすげえ濃いから。これチーク入れるだけでさ変わるよね、女子。ちょっと鼻の上もポポ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 。チークを入れました。これ可愛くない？チアキって名前入ってんな。なお自分で買いました。プレゼントとかではございません。はい、顔面はほぼ完成しました。では頭つけていきます。頭先にね、カツラをつける前に着替えてきました。さあ、こっからね、カツラつけたらね、もう着替えられないなと思って、ちょっとね、髪色が暗いので、まあこれでもね、ギャルっぽいんだけど、これをつけたくて、超いい色、こういう髪色にしたい。でも髪の毛死んじゃうっていうので、ウィッグを買いましたので、髪の毛を留め上げたい。やば、私坊主絶対似合わないわ。後ろからだよ。後ろからこう。ちょっと髪色めっちゃ可愛いんだけど、肌色的に合わない。ちょっとこうやってギャルっぽくない？あ、ちょっと合わない。前髪ありが合わない。分けとく。はい、ギャルの完成しました。なんか合わない感、似合わない感あるわ。髪色似合わない。まあいっか、今日はねこんな感じでした。ちょっと編集さん、どうにか可愛くしといて。ちょっとまたリベンジしたいな。あ、でもね、これこの動画がじゃあ伸びたらリベンジしようかなと思います。ちょっと違う色の、もうちょっと金髪寄りのウィッグを買ってリベンジしたいと思います。今日はね、こんな動画をね、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバーイ。